Hello guys, welcome to your channel. I'm Yo. I want to introduce you the story of Ivarsson family. As you know, Ivarsson family is the most famous family in the pipe field. So I asked Nana some questions and she answered them. This is a story of Nana Ivarsson.It's final episode of this story. Nana doesn't talk much about herself, but I think that's very much like her. Hello, Nana. How are you doing? Now, it's time for finals. I'm very sorry to take a long time, but I think that's good opportunity for you to.Look at yourself. And boys, hello. I'm sure you are doing well. Maybe in this video, you can find another face of your mom. But don't rush to leave. You have enough time to be adult. As long as you enjoy your life, your mom is happy.I'm sure. Okay, you guys, let's get down to the story. From this point, I'm going to speak Japanese. Japanese is my native language that's more comfortable. Thank you for your understanding. はい、ここからは日本語で本題に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずクエスチョンナンバーワン。パイプを作る上で一番あなたが大切にしていることは何ですか？私にとって一番大切なことはパイプを作り続けること。私はパイプを作ることによって自分という一人の人間を感じることができるのです。すべてのパイプに魂と感情を込め、自分のイマジネーションが望むことがそのまま手に伝わるように努力しています。すべてのパイプは小さな旅であり、より熟練するための永遠の挑戦なのです。それは家族との絆を感じるための方法です。そして自分自身と向き合い、夢と希望を抱くための手段でもあるのです。クエスチョンナンバー2。パイプを作ること以外に好きなことは何ですか？もちろん、母親であること、家族の一員であることです。パイプが一番の趣味ですが、何かを育てることが好きです。花とか野菜とか。読書や絵を描くのも好きですし、自分のアクアリウムが好きです。二人の男の子がいるので、なかなか実現できませんが、時間があればもっともっと楽しみたいと思っています。クエスチョンナンバー3。もしパイプ作家にならなかったとしたら、どんな職業に就きたかったですか？子供の頃はアクアリウムのお店をやりたいなと思っていました。10代の頃はジュエリー関係やデザイナーになりたかったのですが、やっぱり一番はパイプ作家ですね。どちらにしても芸術的でクリエイティブな仕事に就きたかったです。クエスチョンナンバー4。イバルソンの名前が重荷になったことはありませんか？イバルソンの名前が重荷になったことはありません。しかし、私の祖父と父は非常に才能がある人たちだったので、彼らのように生きるのは難しいと感じていたかもしれません。私は自分の名前に尊敬の念を抱いていますし、
常にその名に恥じないようにしなければならないという責任も感じています。クエスチョンナンバー5。今後どのようなことをしていきたいですか？パイプを作り続けることです。パイプのことを考えず、作らない未来は考えられません。一生作り続けたいと思っています。今年2022年は、私が610の工房で働き始めてちょうど30年目になるんです。18歳の時に始めましたから、まあこんなに時間が経つなんて信じられません。はい、ではここからは私とナナの思い出について語っていきたいと思います。この写真はナナと初めて会った時、お寿司屋さんでの話です。アワビの貝を欲しいっていうことになりまして、お店の人にお願いして、食べた後のこの綺麗なアワビの貝をナナに持ち帰ってもらいました。アクアリウムが好きだっていうことをその当時は知らなかったんですが、このアクアリウムの話を聞いて、なるほど、海の生き物が結構好きなんだなぁと思いました。これはですね、ナナとラルスと私で、ラーメン屋さんに行った時の写真です。彼らはね、ラーメンを食べたことがなかったんですね。やっぱり接待とかでいいものばっかり食べているので、ラーメン屋さんには行ったことがないっていう話になったんですね。それで上野のラーメン屋さんに行ったんですけれども、この時も2人で1人前もちろんちゃんと食べて、その後ナナがですね、なんか甘いもん食べたいっていうので、その後な、どこだろう、ファーストフードのお店で、デザートだけを頼みに行きました。真ん中の写真は一緒に旅行に行った時に、この器がとても綺麗だから写真撮っといてねと言って頼まれた器と料理の数々です。これらはナナが私のために描いてくれた絵とか、まあ、サインとかですね。左からこれ多分ね、クロスグレインは何だろうっていう話になって説明をした時に、そのお店のナプキンに書いてくれた、プラトーとその木取りの話だったと思いますけど、その時のデザインがですね、それと真ん中がナナのサイン、その隣がですね、写真集にですね、ナナのサインとお花の絵を描いてくれて送ってくれたものです。で、一番右ですかね、こちらがですね、シカゴパイプショーでみんなにサインをもらってくれて、そのサイン帳の最後に書いてくれたナナのメッセージです。たくさんの人々が、ようにハローって言ってるよっていうセリフが書いてあるんですけど、これを読んだ時は本当に泣けました。